皆さん、こんにちは。デジタルシティのレシピだと申します。どうぞよろしくお願いいたします。今からバリ島の独特のスパイシーフルーツサラダの作り方を見せたいと思います。そのスパイシーフルーツサラダはインドネシア語でルチャプと言われています。インドネシアの女性たちは今の時と友達と集まる時しゃべりながらそのルチャプを作ります。では作りましょう。今日使うフルーツはパパやパイナップル、マンゴー、オレンジを使います。ルチャックの調味料はラムスガー、お塩、タマリンド。インドネシアのエビペースト、唐辛子、お水と、スプーツものも必要です。まずはエビペーストは少し焼きます。硬くなるまでと匂いが出てくるまで焼きます。そして焼いたエビペーストは他の材料と混ぜてすりつぶします。少しお水入れます。いい匂いがします。よくすりつぶしてから入れるフルーツを細く切ります。インドネシアの女性は妊娠の時吐き気がひどくならないように、よく酸っぱい若いマンゴーのルチャックを食べます。フルーツを切ってから全部調味料と混ぜます。これでよく混ぜてあると思います。それからきれいに盛り付けをしていきます。これでルジャックは出来上がりました。味見します。いただきます。美味しいです。味は甘辛いです。チャレンジしたい方は日本でもつけてみてくださいね。皆さん、最後までご視聴ありがとうございました。この動画面白いなと思った方はグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。バイ。 Thank you.